Welcome to Gun Morning. どうも、しゅうです。ちょっとですね、2018年の1月31日ですね、大きくバランスが変わって、まあ、格闘がですね、大幅にダメージアップしたりとかですね、一部変わってたりするので、その辺をですね、今回追っかけていこうかなと思います。出し攻撃中に受けるダウンポイントの軽減、装備せずに出撃すると、した場合、シールドですね、ダッシュ攻撃を一段のみ可能な武器はダウンポイント増加を撤廃なので、例えばイフリートシュナイド、いやイフリートナハトはダウンポイントが増加することなくそのまま切ることができるということですね。あとは二刀流系の機体とかも結構重要に、イフリートカイとかは広範囲の持ってますから、そういったのは非常にですね有効になるかなと。2段以上の出し攻撃可能武器は緩和 緩和の対象外、例えばトーリスリッター、バイランカスタム、ザクスリー回、あとはなんだ フレピックとかねは緩和の対象外になりますのでご注意ください。で、装備シールドを装備して出撃した場合、例えばパワードジムとかはダウンポイントの増加量を緩和する、要減るっていうだけですね。同じように、まあ、どの程度緩和するか分かんないですけど、2段ダッシュ角と2段可能な武器も緩和する。この辺はどれが該当にするかっていうと、例えばガンダム、ギャン、高機動ゲルグ、先行量産型ゲルグとかですね、その辺がこういったのに当たりますね、この2段以上の出し角と。あとはまあレアですけど、ドズルとかドズルザクとか、結構 D2 式とか呼ばれるのはこの辺に入りますね。それとは別に、強襲陛下の機体を対象、強襲限定、まあ強襲をメインに格闘の威力の情報補正ですね、鹵獲機体にも調整が適用されているということです。それ以外にもちょこちょあるんですけど、まあ、重要なのはそこなんで見ていきたいので見ていきましょう。この形でバラ、これのですね、バランス調整という、こう統合整備計画的なですね、画面が出てますので、ここでいろいろ出てます。プロトタイプガンダムのビームサーベルの二刀流であったりとか、ビームサーベルの軽量型のですね、で結構変わってきているようです。はい、グレードランチャー、ちなみにバーズ向かいにはグレードランチャーとかですね、ちょこちょこ武器が追加されてたりするので、この辺も見ていくといいと思います。でプロトタイプガンダムはそうですね、格闘の威力が非常に高くなったので、まあ格闘機的なポジションにちょっと落ち着いているのかなという感じです。同様に先行量産型かゲルグも D2 式がついたりとかですね、しております。でガトー専用ゲルグはこいつが結構大きいんですけれども、こっちがあんまないですけどね、ガトー専用ゲルグはですね、ビーム投げ型系の武器が持ち替えなしになりました。このビーム投げ型投擲、ビーム投げ型誘導、チャージビーム投げ型、あと対空、ただし通常の格闘武器である投げ型はなぜか持ち出します。なのでチャージビーム投げ型から投げて、そっから格闘武器でっていうのはできないです。一度パッと出します。でライデン専用高機動型ゲルグ、これおそらくですね、このスツルムファーストもバーザム回も同じ武器だと思うんですけど、スツルムファーストに愛ってのが追加されてて、ダウンポイントが999ってなってます。で高速っていう話なんで、スルムファーストの相手をひるませるのに特化したスルムファーストが出てます。なので、何が言いたいのかというとですね、バズーカ格闘ができるんですよ。バズーカ格闘が唯一、数少ないバズーカ格闘ができる機体になりました。おそらくバーザム回もそうだと思うんですけど、そう、バズカクです。はい。もちろんそこからよろけさせてもいいんですけどね、なんか撃って、ただそんなことをやってる間は多分ないと思うんで、バズカクができるんです。ただし打ち切り式ですけどね、というような
形の機体になっております。でキビレプール2はですね、だいぶこいつは変わって、パリジオが持ってるパリですね、シールドです、全面シールドを持ちました。これ1500です。ジオのは3000なんで結構硬いんですけども、1500と半分になってますので、まあ、コストが320ですからね、まあ、半分となっております。それ以外にですね、格闘のモーションがちょこちょこ速くなってるんで、結構ですね、まあ、ビームコーティングも持ってますし、まあ、密集戦は強くなったかなという感じです。一応射撃性能もそこそこあるので、その辺ですね、うまく立ち回れるようになったのかなとは思うんですが、まあ大きいんでね、その辺は密集マップとか敵コロの産地化とかですね、まあ非常に限定はされます。でギャンさん、なんか変わんのかなと思ったんですけど、ぶっちゃけそんな変わんないっす、ね、でギャンもシャーズグもシャーゲルも基本は2段目の移動距離が増加したっていうだけです。なんかモーションがめっちゃ変わるのかと思ったんですけど、デフリート回に関しては移動距離がまた増加したっていう話で、エグザム中のなんかバージョンが変わったのかなと思ったんですけど、特に不評だったのがエグザムで 2連と2回切りになっちゃうので、それの関係でね、威力が低かったりとかするっていう部分があったんですけども、まあ今回何もそこら辺は変わってません。ドズルザクも同じように2段式の D2 式だけが変わってます。まあ、高機動ゲリングも同じような感じですね。それ以外にそれぞれの機体、コスト280以上の強襲です。の格闘がちょこちょこ変わってます。コスト280の機体だと、まあ、大体500ぐらいずつ伸びている感じですね。これ300ですけども。320か。陸眼も320。で、320とか340ぐらいになってくると、こう2000とかになってます。なんで機体によって若干ですね、伸び幅が変わってきておりますので、まあ自分の使っている機体をですねチェックする必要性があります。ただ基本的にコストが低いほどその増加率が変わってます。そんなに抑えられてます。だからコスト360とか80とかの格闘武器は非常に伸びてます。8000とかになって思われますから、なんかも特に機体の最高速度まで上がっちゃってますし、サーベルね、二刀流は7000、最大で4500だったのが7500って3000上がってますから、ほぼ倍ですね。もう倍近くのダメージを与えられるようになったという感じでございます。パジムさんもね、2000上がってますから結構全体的に上がってますね。お、1号機はどうかな。イグザムの火力も上がった。おお、素晴らしいですね。7000の3倍ですから、そこからイグザムの格闘攻撃力アップが来るんで、まあとにかくアーマー全体的なアーマー値がそれだけ伸びてるということですね。実力強化型7000になってますからね。まあこの辺はですね、一個一個、まあ見ていっていただいてという感じですね。その NT1 とか360になると8000のが出てきますね。フリピクも若干上がってる。ペルライダーなんかも結構恩恵を受けるんじゃないでしょうか。ネメシス、この辺ですね、盾を外すかどうか迷う機体の一人なんですけども、まあ、縦を外していくと、これが、ダウンゲージがですね、増加しないでやれるので、まあ、アーマーは低くなっちゃいますけど、アーマー耐久性は下がりますけど、まあ、それワンチャンありですね。ストカス。そういえば、ちょっと、飛脚音国旗とか。インターセプトカスタムは500しか上がらないんですね。もうちょい上がってほしいかなっていう気はするんですけれども、あんまり伸び率意外と低いですね。百式とかになると格闘プログラムですら7000倍かなり上がってますね。機体によって大幅に上がっている機体もいます。全体に高コストになればなるほど伸び率がいいです。
まあ、ただ高校生で格闘を持つのかどうかっていうのはちょっと定かではないので、まあ、難しいところではあるんですけど、ビームジャベリンとか最近ちょこちょこ増えてきている陸戦型ガンダム S 型サンダーボルト、ちょこちょこ増えてます。まあ、極端に増えるってことはないんですけど、ピクシーですね。ピクシーも、まあ、500ずつでしょうか、500と1000ですね、1000ずつ伸びているので、コストを書くときですから、コスト280としては非常に優秀な感じになっているのかなという感じです。連邦です、あ、ジオンですね。 FS は500、グフカスは1000、2000、おグフカスは2000、おお、グフカス威力 T 式が6000になりましたね。これは熱いですね。相手を倒しきれますね。1800になりますからね。コンカスならばなおさら、まあ、まあ、私はクイックスイッチなんですけど、ドム高機動試作機 D3 型も威力上がりましたね。いいですね。これ D3 型は3連式のやつです。3連式なんですけども、それぞれが2倍ですね。だから実質全部がちゃんと当たれば6倍のダメージになります。相当火力を取れるようになりました。で、先行量産型ゲルグは最高速度とかは上がらずに、ブースト量がちょっと上がってます。もうちょいなんか欲しいなとは思うんですけど、その代わり、格闘力が3000上がってますね。非常に高くなってます。ゾコック。ああ、アンパンチ。ゾコかだけど500か。ヒート系、ヒート、いや、こいつさ、ゾコック、ヒートソードとか、もうちょい上がってほしいですね。イフリート界は1000。ユーザー中も1000上がってます。ダムトロッペの PSO2 ブレードは特に今回該当してません。高機動ゲルググも上がってるんですよ。先行量産型もゲルググも上がってるんですけどね。だからまだ高機動ゲルググと先行量産型ゲルググの差がですね、まだ埋められないなっていう感じはしてます。ドズルは500だけ、もうちょい上げて、上げてほしいですね。こいつなんか特色がちょっとないんでね、専用モジュールもないですし。ガルバリディアルファ2000上がってますね。こっちの D 式は結構判定もまあちょっと今となってはって感じですけども、割といい感じです。シャーザクは500。いや、シャーザクちょっとどうにかしてあげてくださいよ。本当にシャーザクどうにかしてあげてくださいよ。シャー系本当にしんどい。デフリットはあいつと一緒ですかね。 T 式が6000になったら1000上がりましたね。 T 式の判定はいいです。まあ一段ですけど、マレットは2000。ケンパー、あ、そう、ケンパー持ってんの。チェーン前の威力上がってますね。ちゃんと倒しきれるようになるといいんですけども。ナハトも上がってますよ。 D 式 D2 式も上がりましたね。D 出力強化、一応チャージは上がってない、チャージ角度は上がってないです。レモンズゴ、さすがに角は上がんないんですね。コクトプラグムが2000上がってますね。ギャンエオース2000、ギャンエオースはコスト340として非常に高い。おお、D2 式だったら8000ですね。D 式だったら7500ベース。非常に高くなりました。プリス2号機。ああ、2号機もかなりいい感じですね。イグザムと合わせるとかなり軽く上がりますね。相当上がりますね。いや、これ、また復活するんじゃないですか。ネズミ傷して。格闘の。ただし、殴れるところが限定されますけど。いや、ワンチャンあると思いますよ。で、シャア専用ゲルグもちょっとモーション変わってたりするんですけど、まあ、全体的に威力が。で、格闘、シャア格闘プログラム後に威力2倍なので、まあ、6000、2000伸びましたけれども、実質は2倍ですね。倍率が2倍です。こっちのビームナギナタの出てるのは3倍です。どっちは1000しか上がってないですね。イクシナ。これがね、とても残念なんですけど、1000しか上がってないんですよ。まあね、わからんでもないですよ。
ジャンエオス、エオスは2000上がってるのに対し、まあ、イフチナは1000しか上がってないですよね。いや、まあ十分なんですけど、うん、まあ、私弱体化対象に入ってるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてたぐらいなんですけど、いや個人的にプログラム、あのなんとかプログラムですね、あれをブースト消費量下げて、あのハンブラビと同じにしてほしいんですけども、まあ、ハンブラビほどじゃなくてもいいんですけど、ハンブラビを こいつのあれと一緒に一式と同じぐらいにしてほしいですね。ただもうキュベレとかはね、なかなか振ること聞かないレズンな。ゲラートも、まあコスト280大体500ぐらいだと思ってください。ね、バズーカ格闘の期待になりましたけども、まあ2000ずつ上がってます。ドア近い。ああ、ヒートサイベルが7500と2000上がってますね。全体的に2000上がってる。まあ振るチャンスはあるのかなって感じですね。バウはさすがに振らないけど、持っててもドライセン、ドライセンは格闘の判定が広いのでワンチャンですね。まあ狭いマップでは非常に巻き込む可能性はあります。じゃじゃ、あら、あ、1000ビームサベルはちょっと威力上がりましたね。ザクスリー2000ずつですね。リゲルチャージは上がってないですけど、他も全体、まあこんな感じで全体的に上がっております。でガクト、あ、ダウンポイントも上がってますね。投てきバズーカーの、これバズーカー、ビーヌナギター投てきはバズーカー扱いですね。威力、なぜかグッズのバズーカーの威力も上がっていると。まあ、もともと低かったんで。F が8500になりましたね。おー、F が非常に、いい感じになりましたね。なかなか面白い機体になったんじゃないでしょうか。ハッカイさんダブルと、自意識を振る、いや、まあ、振る機会はほとんどないんですけどね。これ、どうなんでしょうね。ズサ袖付きのカイロビームサベルは、爆発するときの、なんだっけ、アサルトモードでしたっけ、ブースターポットの時のも威力上がるんでしょうか。で、ガゼルとガザルもいろいろと上がっております。ただ戦中でまだほとんど見てないんで、これからもしかしたら増えてくるのかな、みたいな。ザク2回はやっぱチャージが上がりません。まあ、そんな感じでございますね。モーションが変わった機体は実は少ないんです。ただ威力が上がったっていう感じですね。モーションとか細かいのはここの、だから今回は全体的に威力増はしているんですけども、具体的に変わったっていうのはここの辺です。外闘機は8機ぐらいになるんで、まあ、ここだけを押さえておいた方がいいと思います。で、普段使って、例えば先行量産型ゲルグを使っているっていうんだったら、の武器のですね、モーションが変わってる可能性がありますので、チェックし直した方がいいです。特にキベレマーク2であったりとか、ライデン、あとガトー先行量産型ゲルグ、この辺は結構変わってると思うんで、連邦でしたら、まあ、ジェガン高機動型とバーザム回と、まあ、プロガンとかはチェックをですね、ちゃんとしておいた方がいいと思います。そんな感じでございます。今回ですね、格闘の調整が入ってきたのでバランス調整ちょっと追っかけてみました。ぜひですね、まあ、マップによる今後、今はどうしてもシャングリラとか密集マップが多いのでなかなか戦いづらいっていうところはあるんですけど、今後格闘がしやすいマップが出てきた際に、まあ、どんどん少しずつ増えてくるのかなという感じなんで、練習しておいてはいかがでしょうか。それでは今回はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回シルビーチャンネルでお会いしましょう。シルビーでした。